はい、どうもタクタクです。本日はですね、フリームさんでダウンロードしてまいりましたNO! っていうね、タイトルなんですけど、なんか7つの鍵を見つけて脱出しろ、しかしそれは望まれてないみたいな感じの説明だったと思う。なんか要は脱出ゲーですよ。はい。で、これはユニティで作ってるソフトみたい。ソフトみたいです。はい。まあ、やってみましょう、実際に。はい。マウスと、WASD。で、シフトでダッシュみたいな感じです。いくぜ!スタート!お、待って。ステージ、セレクト。スタンダード。あ、どういうこと?フォレストとかいろいろあるけど。スタンダードから行こうか。じゃあ、スタンダードいきます。7つある鍵をすべて集め、ただ1つのドアから脱出を試みよう。しかしそれを望む。あ、待って。あ、動けるね、動ける。で、なんだっけ?どここれ?まあいいや、進もう。シフトでダッシュ。7つある鍵。もう動けるよ。ん?ノウってなんだっけ?知るとか知っているとかそういう感じなはずだよね。ああ、もういきなり見つけたよ。お、鍵。1個目。で、あとは、あああ誰なんかいるなんかブロッコリーみたいなのいたか。はい、何どういうこと?ちょっと絶対当たっちゃダメな系だよ、これは。絶対当たっちゃダメな系。何くれ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 なにくれ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 ガーちょっと待って、分かったそういうゲームね、そういうゲームだ。あー、なるほど、恐怖のなんとか的なやつ系だね、これね。分かった。まあ鍵をサクッと集めよう。はい、まず一つ目をまずここ。はい、で二つ目はこっち行ってみようか。もういる。こいつは何なのこれ。なんか人畜無害っぽいけど、でも当たんないとこか。なんか人畜無害的な。何ここ?アップルショップみたいな、なんか机の配置だぞ。アップルストアね。アップルショップじゃなくて。うわ、いるわ。え、何あれ?ガローデンのあれじゃないの?寸慶打ってくる人じゃないの?なんだっけ、名前。ガローデンの寸慶って言って、何人の人がわかるんでしょうか。寸慶使えるようになりたいよね。そういうことを今言ってるわけじゃないんですね。で、右側に、わあ!いや、これ無理じゃないですか。まあ、でも、一つ目の鍵がある場所は分かってるから、もう今回はまず攻めよう。ね、まずは、よし、なんもいないよね。なんもいない。おお、薄型テレビ、液晶テレビ。買い替え時期。あ、なんか今拾ったな。あったのか、あの裏に。はい、あ、来てるぞ、久我さん。久我十三だったっけ?ちょっと忘れたわ。え、こういう、あ、あれか。え、暗くなったよ。なんで。もうバッテリー切れた。え、なんで、ちょっと待って。どうして。どうして明かりが、あ、ついた。明かりがついたり消えたりするの。一つ、見つけ。お、こいつ大丈夫なの?ダメなのかい!ダメなんかい。これむずくない？ブロッコマン、どうしようかな。まずは鍵を、これを取って、行ったことのないエリアに行きたいんだよね。 いるのよ、もう久我さんたちがいるのよ、ね、でこっち行って、え、どういう作りこの家。これ急に暗くなるのダメね、マジで。そういうのは勘弁してください。うわ、こういうとこに来たら、右を見ろ!はい、いません。こういう作りなのね。右を見る!いるわ、踊ってダンシング。レッツダンシング。うわ、狭いな。一回、どここれ。お前、どこにでもいんな。どこにでもいるな。ダンシング。うわ、出てきた。赤い涙を流す何か。何どこ?ここどこ?あ、ここ待って。鍵、あ、一本あるね。鍵一本ある。こっち行きたいんだよな。こっち行け。嘘でしょ。はい。戻ってました。意外といけそう?もしかしてこれ。暗くなった!ちょっと、この暗くなるのマジか。どうすんの?ここどうすんの?
ここちょっと明かり戻ってきて、明かり戻ってきて、明かり戻ってきてって言うとなんか明かりちゃんっていう子戻ってきてみたいな感じだったけど、ここどういうこと、どういうこと、どういうこと、今落ちたのかな、もしかして今落ちた感じ。うわちょっと暗い、やばい、これはまずいぞ、これまずいぞ、うわーなるほどね。まあ、大体の鍵の位置は把握できてきたので、下の階を今回は重点的に、探索していきたいなと思っております。はい。ここは、でこの消えるのがランダムだっていうのもなんだ、ここ落ちてるってこと、これ。あそこから脱出しろっていうことなんだろうね、でもね。あそこから脱出しろ的なことだと思う。これ落ちたんだよ、多分。高いとこから落ちたんだよ。うわ、来てる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 。うわ、めっちゃ目、ひみ開いてるわ。ちょっと、あー、いや、待った、誰かいた、誰かいた、誰か、誰かがいるけど、こっちからもいるけど、あれ、なんで？なんで大丈夫だったんだろう、いやー。あ、待って、青い、何か、今、青かった。ちょ、これさ、どうやったら、あ、待った。あ、これ、クリックかな？マウスのクリックで、明かりがつき、いや、関係ないな、関係ないな。まだゼロ、まだゼロ本だからね、言っとくけど、うわ、ダンスイン、レッツダンスイン。ダンスイン。でもないでしょ、ここ鍵は。ここなんだっけ、うわ、ダンスイン、はい。え、鍵は意外とないね、まだ0本。ただただただあったあったあった。本来さっき1個目で取ったところでいっぱいいるけど、こいつらは動かないんで割と大丈夫。あれ、動いてなかった今、気のせい、気のせい。なんかいそうだな、いないか、いないね。あー、なんだよ、おじいちゃんおじいちゃんみたいな。うわ、いる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 よ、いつもここにいないよね。でもね、本来ね、なんだろう、ちょっとこう、どこ、こう最初のとこ、もしかして。なんかね、すごい体が重い。いや、これクリアできんの？一回を探索したい。何回やられてっかもわかんねえよ。もう下手したらこれは今日はもう攻略云々というよりは単に雰囲気を味わって終わりっていうような感じで終わる可能性が今出てきております。最初に言っておきます。はい、怠惰ですね。はい、怠惰です。いや、消えるのよ、必ず消え、いや、でこいつが必ず出てくるでしょ。で出てこいけない。これ下のエリアもないの、これ以上。うわ、わー、あいつが出てくるとなんかスピードが遅くなるような気もするけど、あ、こっち行けるわ。明るくして早く、ちょっとまずいまずいまずい、明るく、オッケー、やった、下のエリアです。これが下のエリア、今来られたら積むよ、今来られたら積みます。どうなの、どうなの、エンディングみたいな。え、どこ、これ、ちょっとこの部屋行ってみようか。え、なんかいる、あ、何もいない。ん、うわ、赤いダンサー早くね、赤いダンサー早い、赤いダンサー待つだけ早いよ。ちょっと待って待って、こっち行けるぞ。うわ、暗いな、こんな、え、何、なんか、なんかいる、ない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 、ちょっと待って、誰か来てるぞ、して来てない、テレビか。なんでこのテレビと机が基本セットである。なんか待って、来てる来てる来てるけど鍵があった、今鍵があったから無視できない。ちょ、一回距離を取って、一回振り向くぞ、一回振り向くぞ。うわ、来てた、ドクロ来てる、ドクロ来てる、ドクロ来てる。でも鍵取れて、鍵取りたい、鍵取って、これ一回回って脱出しよう、回って脱出したいけど、ここのエリアが初めてで顔が来ている、顔が来ているから、なんかゆっくりなった気がしたと思ったらやっぱやられたわ。あー、むずいって、もうやりたくないもうやりたくない宣言。もうつらいよー。はい、いただきます、いただきました、いただきまして、ここまだ聞くタイミングまだ来ないのか。で、ここから行くと、はいはいはい、青い顔の人が出てくるから、
青い顔の人を若干待っておいて、こうだよね。で、木がどうなってるの？あ、いるね。木がいるけど、木もかわして、木もかわして、あ、いろいろ来てんの。こっちから行こう。で、こっちから行くと、また暗くなるのか。え、なんで？今赤いのいなかった？あ、そういうことか。よし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 、一回来た一回来た。一回までこれで到達できれば割といけるんじゃないかって言って、何回やられたかも覚えてないけどね。はい、やっといけそう。なんか今回はいけそうな気がする。はいはいはい。まず手前側のところから取ろうか、しっかりと。何もいないでくれよ。何もいない。はい、1個目で、これ2個目。こっちなんかあるんだっけ？ないか。あ、そうそうそう。で、こっちに敵がいない。あれ、いない。みんな2階に集中したってこと？今回みんな2階に集中して、もう後帰ればいいだけ。後帰ればいいだけ。いや、これ油断大敵だから、マジで。もう油断できねえから。お、ほらほらほら、来てる来てる。油断しちゃいけない。油断しないように最後まで丁寧にやろう。でもちょっと待って、丁寧にやりたいんだけど、丁寧にやりてえのは山々なんだけど、いっぱい敵が来る場合もあるからね。ここだよ、ここ。ここの大きいない。あとは帰るだけ、あとは帰るだけ。いけんじゃないこれ。うわ、焦るわ。この道で敵に出くわわしたら結構テンパるからね。こうテンパるからね。で、だいたいこっちに大群みたいのがいるんだよね。いない。あ、いるいる。危ない。ほら、危ねえから、こいつらを一回こっちに寄せておいて、寄せておいて、ここ抜けるしかない。オッケー、抜けた。で、こいつも抜ける。はい。お、これいったんじゃない、いったんじゃない、いったねー。ゲームクリア。 Thank you for your playing し、え、トゥーザタイトル。嘘！これだけエンディング画面!1 時間頑張ったんですけど ?1 時間頑張ってこれか。え、他のとこはどうなの？他のところは？え？あ、こういうマップが違うバージョンもあるってことね。これは？あ、変わらないんだ、でも、システムは。マップを覚えて、要は脱出するのは変わらないと。それがスタンダードの屋敷かどうかっていうね。これ、むずそうだな。これはまあ、なんか、いろいろまた。え？あ、これ！あの家の見取り図じゃね？あ、違うわ。ここの見取り図か。あー、なるほど。こういうエリアもありますよっていうことね。いいな、いいな。これなんかどっかのタイミングでまた、あれだね、やっていきたいね。え、なにこれ。あ、いるのか。前とおなじみ、スピードダウン。あー、やられた、やられた、やられた。なるほど、なるほど。これはフォレストは、やっぱ森。燃料を集め、ヘリに向かい、闇をさまようえ。え？うお、これはいいね。こういうのもあるんだ。こういうのもありますね。歩く音怖っ。伝統なのか木なのか分かんないけど、やっぱりこの子は出てくる。この子この子何なんだっていうね。はい、というわけでノーやってまいりましたが、いかがだったでしょうか。リクエストがあればまた、今ステージ何個かあったので、挑んでみたいと思います。ただ今回はスタンダードで1時間もかかったので、ちょっとどうかな。まあ、またリクエストがあればやっていきたいと思います。なので、シャープ1になってると思いますが、いつ続くかわかりません。はい、ご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さらに、7月6日から HTV で放送されるゲーム実況バラエティ鉄作ハウスの YouTube チャンネルも登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。